チャッツワースハウスは、イギリスのダービーシャー、ピークディストリクト国立公園の中にある16世紀に建てられたカントリーハウスである。チャッツワースは、ベークエルの北東 5km にある。チャッツワースハウスの石杖を築いたのは、ハードウィックのベスコとエリザベス・ハードウィックである。1553年に建て始め1560年代に完成した。1568年に、 ベスの夫の第6代シュルーズベリー博ジョージ・タルボットにイングランドで軟禁生活を送っていたスコットランド女王、メアリーの身柄が預けられたことから、メアリーもチャッツワースを訪れている。現在の建物は、ベスの子孫で初代デボンシャー公、ウィリアム・キャベンディッシュの頃、建築家、ウィリアム・タルマンによるものである。 邸宅は1686年から1707年の間に大規模に改築され、1820年代にも増築されてさらに見事になった。1872年から1873年にかけて欧米諸国を歴訪した岩倉施設団は1872年10月30日にチャッツワースハウスを訪問した。 施設団はその邸宅の壮麗さに圧倒された。公爵自らが日本人施設を壮朝な邸宅に迎え入れた。そこには多くの蔵書が収められた図書室やワインの貯蔵庫、そして見事な内装で装飾された数多くの部屋があった。施設団のクメクニタケは、ティツヤィーノやティントレット、レンブラントやバンダイク等の有名な画家の作品を鑑賞しようと努めた。しかし、 広大で見事な庭園の美しさの方に、彼はより大きな感銘を受けた。庭園の巨大カスケードを髪型より見えるチャッツワースは、広大な庭園で有名である。現在、庭園は、ダーウェントが遊った105エーカーにより、近代化、改革が行われた。12代公尺時代に、邸宅は売却され、その後公尺一家は邸宅に戻っているが、現在は、屋敷の運営等は、 チャッツワースハウストラストによって管理されている。チャッツワースハウス見学に訪れた人は庭園を散策し30もの豪華な部屋やヨーロッパ最大級の絵画コレクションを鑑賞することができる。内部の装飾はすべてバロック様式である。ペインテッドハールや数多いステートルームの天井や小壁にはルイラグエルやアントニオ・ベッリオのフレスコ画が描かれている。また多くの家具が ウィリアム・ケントのデザインである。ありがとうございます。